JR 中央線武蔵小金井駅南口イトーヨーカドー武蔵小金井店3階、地元の皆様に愛されて64年、安飲繁昌の眼鏡店、メガネの前田でございます。こんにちは、メガネの前田の前田でございます。本日は久しぶりに、エフェクターのディストーションカラーコニャックをかけております。そして今回は、エフェクターの最新モデル、また本日入荷してまいりました。しかも、ご紹介するモデルはエフェクター初の、跳ね上げ式のクリップオンサングラスを、搭載しております。その新型モデルご紹介してみたいと思います。大人気エフェクターの商品は中央線西荻窪より西側ではメガネの前田のみ取り扱いの限定商品でございます。こちら今回ご紹介いたします。エフェクターの最新オリジナルモデルブリッジ、そしてこちらのフレーム、今回入荷してまいりましたのは、大変人気のありますブラックカムフラージュ、そしてエフェクター初の跳ね上げ式クリップオンサングラスを搭載しているタイプとなっております。こちらの、ブリッジ新型モデル、眼鏡専門雑誌モードオプティックの最新号でも、こちら、ご紹介されております。こちらがブリッジ、そしてそれを搭載した、写真がこちらになります。ブランド初のクリップオン、このこちらのブリッジは、昨年、発表されました、ハーモニストをベースに角を落とし、すっきりとさせた、ボストンタイプのフレームとなります。いやいや少し、玉型は小ぶりなので、同時発売されました、クロマティックよりはかけやすいのではと思われます。こちらの、色は、ブラックカムフラージュなんですが、まあ、遠目から見るとほとんどブラックにしか見えません。そして、こちらの、跳ね上げ式のサングラス、サングラスの色は、グレーが入っております。エフェクター初の、跳ね上げ式クリップオンサングラス搭載ブリッジ、ぜひご覧いただきたいと思います。エフェクターの最新、オリジナルフレームです。はい、エフェクターの最新オリジナルモデルブリッジの、跳ね上げ式クリップオンサングラスを搭載した、フレーム、私かけてみました。フレームの色は、大変人気になります。ブラックカムフラージュなんですが、透明には 黒にしか見えないと思います。そこにこちらの跳ね上げ式のクリップオンサングラス、色は、グレーの色になりますが、このように、跳ね上げることで度付きのメガネも、サングラスに早変わりします。同時発売されましたクロマティックと比べると、天地も少し浅めのボストンですので、顔人にも非常に馴染みやすいのではないかと思います。ぜひ、シリーズ初の、クリップオンサングラス搭載最新オリジナルモデルのブリッジ、ぜひかけていただきたいと思います。